企業成長の秘訣を創作する番組、マギー真嗣の企業マジック発見。マギー真嗣の出身地宮城県で成長著しい企業、北斗観光株式会社の成長した種を明かします。どうもこんにちは、宮城県出身のマジシャン、マギー真嗣です。というわけで今回も始まりました、マギー真嗣の企業マジック発見。さあ今回もですね、なんと僕の出身宮城県ででっかくなっちゃった企業、北斗観光株式会社さんにお邪魔したいと思います。北斗観光株式会社は宮城県仙台市に会社を構え、夢広場ニューセブンやスロットハウス武蔵といった遊技場を展開する企業です。北斗観光ではお客様の笑顔のために様々な努力をしています。すいません、はい、すいません、マギーさん、僕たちもっとお客様に笑顔を作りたいんです、はい、ぜひマジック教えてください。あ、お断りします。そこをなんとか教えてください。お願いします、教えてください。お願いします。なんか難しいのできないですけど、いいですか、簡単なやつ。ありがとうございます。お願いします。じゃあ、かりました。このせっかく余ったんで、余ったコインを使ってマジックをしたいと思うんですけども、タバコとか持ってる方いましたら一本いいですか、すみません、いただいちゃって。貴重なタバコですね。今出てきたタバコですよね、はい、仕掛けないですよね、はい、いいですか、このコインの真ん中ぐらいに。このタバコがコインになんと通らないって知ってます？もったいない。これぜひやっていただいて。通らない。これやっぱダメですか？ダメ。これじゃなくて、これコインなんですけど、コインはですね、手の甲にこう入れるんですね。ぐーっと押し付けていくんです。押し当ててぐーっと擦っていくとコインがなくなっちゃうんです。ね、全員気づくまでいきましょうか、ね。これをぐーっとこう入れますよね。ぐーっとやるとコインがなくなるんですね、はい。持ってないとか言わないでもらっていいですか？聞こえるから。このタバコを手の中にこう入れます。ありますよね。ずっと入れていくんです。入れるとタバコが消えるんです。以上です。ありがとうございます。大丈夫ですか？ちょっと練習します。できますか？ちょっとだけ練習。はい、じゃあ今日はこのコインをちょっと使ってやらせていただこうと思います、うん。このコインをこう手の中に入れ込みます。あれ、いきます。いきますよね。お、消えた。消えた。何消えた？すみません、師匠お願いします。すみません、師匠お願いします。お願いします。ちょっとトントントン、短く見える、短く見えるね、短く短く、ほら短く。ありがとうございました。最後にマジックを教えてくれと言われるとは思いませんでしたね。やはりお客様を笑顔にする熱意というのが伝わってきましたね。この熱意こそが企業を大きくするマジックということなんですかね。いやー、びっくりして耳がでかくなっちゃいました。次週はスタッフ向上プログラムを創作します。